会場にお越しの皆さん、こんにちは。名古屋学生チーム、しゅんです。この演舞が27番目の作品、卒業となります。犬山陶芸祭で披露できることに感謝し、見てくださる皆さんに明日に挑む勇気を与えられるよう精一杯演舞いたします。どうぞよろしくお願いします。